どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆいです。竹尾です。今回ハチッコ飯何やるんですか？今回はね、この前生配信で食べたんだけど美味しかったね、あのご飯も。ああ、美味しかった。夜限定なんだよね、あれね。あれをチャーハンにしようかな。おお、こちらですね。まあ、買ってきましたよ。何しようか迷った。3種類あるからね。なんだっけ、ベーコンレタス、チキンフィレオで、こちらですね。今回照り焼き。照り焼き、まあ、下手はしない。下手はしないはず。だって味をもう分かってるし、そう、味変しないし、味変はしない。ただこれを崩して食べるってい う、まあ、マックさんのあれからしたら何してんねんって話なんだけ ど、でも絶対美味しいし、美味しいとは思うからやろうかなって。よし、やってみましょう。これ、はい、よし、こいつ、このそれも舐めるようにいきたいね。崩しちゃうね。ね、そうだ、マックさんからみたいな、こういう邪道なことをするっていう。いやー、超いい匂いするんだけどね。美味しいじゃんこれ絶対。うわぁ、チャーハンっぽいな。チャーハンっぽいよ。カットみたい。焼き飯じゃん。確かに、うまそう。できましたよ。めっちゃうまそうなんだけど。チャーハン、照り焼きチャーハン、いただきます。いただきます。照り焼きチャーハン、ちょっと食ってみてよ。ドゥ、照り焼きいる？いる、いる、しっかりいる。あ、こっちの食い方の方が好き。すごいよね。俺らもついにユーチューバーっぽいことしだしたよね。あ、うまい。いただきます。これはね、美味しい。あ、美味しい、美味しい。おい、なにこれ。一手間ではあるけど、こっちの方が食い方的に好きかもしれない。うまい。これぜひレギュラーでやってほしいね。うん、やったらたまにこれ買ってきてこれができるじゃん。うん、冷めた時の対処法としてはこれ最高の、最高だよ、あれだと思う。これは今さっき買ってきたの、うん、結構思いつきでやろうっつったんで、買って今戻ってきてやったんですけど、美味しい。冷たい時の、ね、冷たくなった時の処理としてはこれが一番、うん、普通に電子レンジで温めるより絶対こっちの方が美味しいと思う。美味しい、うん、だってこっちの方が多分ベチャってしないもん。チンすると水分吸ってさ、ご飯ベチャベチャなんだよね。あ、ぜひやってほしい、ね、やってほしい。いや、これから新しい企画出ましたね。出たし、チャーハンシリーズ。チャーハンシリーズ、いろいろちょっとこれをアレンジしながらやっていこう。そうだね。あれとかもやってみたいもん。なんだっけ、なんかさ、お弁当とかで売ってお惣菜とかをさ、うん、全部入れちゃうとか。あー、安い幕の内弁当のもの全部入れてチャーハンとかやりたくない？あ、いいね、いいね、面白そう。そういうのちょっとやってみようよ。面白そう。ぜひぜひ、いろんなね、こんなのもチャーハンにしてみてみたいな、炊飯器シリーズに次ぐ、うん、新たなシリーズ作ができましたんで。そうだね。これからもガンガンこうね、ハチッコ飯もやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。